繁盛から返信来た。俺繁盛に LINE 送ってないよ。なんでなんか、普通さ、なんか、キス顔動画送るみたいな動画あげたじゃん。みんな、なんか他の女に送って、間違って送ってきたんだってやっぱ思ったらしいの。繁盛だけ、うんこちゃんホモなのかと思いましたって言ってた。普通に素直に受け取ったらしい。受け入れてくれたらしい。あ、そうなんだって。ピュアだなって思った。EXIT りんたろーが猫虐待疑惑発言続いて、今度は過去ラジオで男は度胸、女は便器、性欲処理の道具と女性蔑視発言してほしい。なんかその前後の文脈がないとわかんないな。男女が兼近の嘘見抜いてた。やっぱ今、取られた側の人間は見抜くんだろうね。俺やっぱ取られたことねえからさ、見抜けないけど、この件に関してはやっぱ繁盛が詳しいと思う。見抜くでしょ、あいつは。絶対許せないと思うよ。売春斡旋は計算早くないと無理だから掛け算できないは嘘って言ってた。なんで売春斡旋は計算早くないと無理ってなんだよ。やってたから、いや、じゃあ、あいつだって、あいつみんなが思うより2500倍バカだよ。掛け算ぐらいできるよ、うんこちゃん。繁盛計算クソ早いんだ。なんで一桁と一桁の掛け算。ククじゃん。クク。